小アジサシは、チドリメカモメカに分類される鳥。全長は24センチメートル。つぐみやヒヨドリと同じくらいの大きさでアジサシよりも、小さい。翼ばさ会長は、約53センチメートル。翼と大葉が、ツバメのように細く尖っていて、くちばしもまっすぐ伸びる。夏はでは、頭は黒く、額、喉、鼻が白。他の体の部分は、薄い灰色で、くちばしは金色。 足は大色。冬場では、くちばしと足が黒くなり、額の白い部分が広がる。ユーラシア大陸の中緯度地域で繁殖し、アフリカからオーストラリアにかけての沿岸部で越冬する。また、カリブ海沿岸域やハワイ諸島にも分布している。日本では、本州以南に、夏鳥として渡ってきて繁殖するが、繁殖地となる場所の減少に伴い数が減っている。また、 カラスによる捕食も個体数減少の一因とされ、東京都ではカラスの撃退に一役買うという蜜チの箱を設置することを決めている。海岸や川などの水辺に生息し、狙いをつけて水にダイビングして魚を捕らえる。その様子からアジサシの名前が付けられたと思われる。同様の理由から豊かの衣装も、狙いをつけるときには短時間ながら、 ホバリングをすることもある。繁殖前には、オスがメスへ獲物をプレゼントする、求愛求字が見られる。巣は瓦、砂浜、埋め立て地などに、集団繁殖地を作って、外敵の侵入に備える。地面にくぼみを作ってに、三個の卵を産む。卵と、ヒナは、まだら模様で石ころ特別がつきにくくなっている。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。 日本では環境省により蝶類レッドリストで絶滅危惧痛類の指定を受けている。また以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。絶滅危惧痛類日本の以下の自治体の指定の鳥である。括弧表記はかつて存在していた自治体。ありがとうございます。